ここマリンスタジアムへお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。昨日は残念ながらね、あの試合の方が雨で中止になってしまったんですけれども、はい、今日は昨日の分まで皆さん、はい、熱い応援をよろしくお願いします。お願いします。さあ、この時間は今日のイベント情報などをお伝えしていきます。はい、改めましてイベント MC 小夏と同じくまさなりとゆきです。はい、よろしくお願いします。さあ、ではですね、はい、この時間マリンズファンの皆さんはもちろん、はい、バファローズファンの皆さんも今日の ZOZO マリンスタジアムを楽しむためにも、はい、ぜひ聞いていってください。はい、ではゆきの方から今日のお知らせお願いします。はい、お願いします。まずは本日、皆さんに L ゲートを除く各ゲートで、卓上カレンダーをお配りします。はい、こちらです。はい、こちら開幕戦から、公式戦でお配りしてたんですけど、ね、はい、今日がお配りするの最終日なんですよね。便利なカレンダー、はい、そうなんです。これ今日の日を見ると、はい、今日は赤くなっていて、この芝の日だなっていうのが分かって、はい、あとは花火が上がります。はい、はい、あと今日は何ですか。今日は石川選手のお誕生日です。石川選手のお誕生日ということで、はい、はい、そんな情報も書いてますので、ぜひ皆さんこちらゲートでゲットしてください。はい、はい、そして本日は今シーズン初のオールフォー千葉デーの開催です。はい、はい、私たちもこの千葉ユニフォーム着てますが、はい、はい、オールフォー千葉とは千葉の誇りを胸にチームがサンライズレッドの千葉ユニフォームを着用して地元千葉県のために戦う一日です。はい、はい、チームカラーと千葉県の公式マスコットキャラクターチーマくんの赤、そして移転当時のユニフォームのサンライズピンクを掛け合わせたサンライズレッドの千葉ユニフォームで戦います。はい、さらに今日は選手も耳袖にここ ZOZO マリンスタジアムがある千葉市のワッペンをつけて試合に臨みます。千葉市、はい、はいはいはい、千葉の皆さん、今日はより一層熱いご声援をお願いします。お願いします。はい、そして本日5回裏終了後は花火の打ち上げがございます。はい、はい、3月29日の開幕戦ぶりですね。そうですね、はい、はい、今のところ、花火は打ち上がる予定なんですけど、はい、ちょっと今日風が強いので、はい、不安ですけれども、はい、風向きとか風の強さによっては中止となってしまう場合もございますので、あらかじめご了承ください。はい、本日花火ツアーの実施はございませんので、はい、はい、皆さんご自分のお席から花火をお楽しみください。はい、ツアーは6月から、ね、始まりますね。楽しみにしていてください。はい、はい、それでは、本日メルセデス・ベンツナイターということで、はい、はい、球場外周正面エリアにかっこいいメルセデス・ベンツの車両が6台今日は来ています。そうなんです。はい、一緒にお写真撮ったりもできると思いますので、はい、ぜひお気軽にお立ち寄りください。はい、そして試合中はメルセデス・ベンツのメルセデスちゃんとマリンズのマン君と皆さんとの写真撮影会を予定しています。はい、場所は204通路付近で2回裏終了後から始まりますので、参加ご希望の方はお早めにお並びください。はい、お願いいたします。はい、続いてマリンズ似顔絵スタメンコンクールのご案内です。はい、はい、中学生以下のお友達が対象となって、マリンズの選手そして井口監督の似顔絵を募集しています。去年は井口監督、井上選手、ボルシンガー選手の3人の似顔絵だったんですけど、今年は井口監督そして、マリンズの全選手の似顔絵を募集しています。はい、はい、そしてこちら今日が最終日なんですよね。今日が最終日なんです。まだ間に合いますよ。だからまだ間に合います。はい、はい、こちら各優秀賞に選ばれますと、はい、似顔絵を描いた選手のサイン入りの表彰状がプレゼントされたり、はい、さらに5月4日、5日、6日のコアラのマーチゴールデンウィークエンジョイスタジアムで試合前のスターティングメンバー発表の時にこの描いてくれた絵がスタメン選手の優秀賞に選ばれたお友達の絵が球場のビジョンで紹介されますので、はい、ぜひ皆さん描いてみてください。はい、そしてまだ描いてないよというお友達は今日試合中に7時15分頃からキッズスクエアにペンとクレヨンを用意して描ける場所をご用意してますので、はい、ぜひ描いてみてください。はい、そして絵を描いてきたよっていうお友達はマリンズカスタマーセンターっていうのが球場の中一塁側と三塁側にありますので、そちらの方に出してください。はい、はい、出すとき、みんなせっかく描いてきた絵は折り曲げないように注意してください。そうですね、はい、はい、あと裏にお名前とか書くところがあるので忘れずに書いて、はい、出してください。はい、はい、ということで、そろそろ
ろステージイベントのこの後のスケジュールをご紹介したいと思います。はい、はい、この後は17時5分からマー君、りんちゃん、ずーちゃん、エムスプラッシュのダンスショーが始まります。はい、ステージ前のエリア、観覧エリアのご案内です。ステージ前の空いているエリアはこの後のダンスで使うので開けておいてください。グレーのクッションはどなたでも、あ、すみません、こちらはちびっこ限定のお席ですね。はい、はい、今日は空いてますので、ぜひよかったらちびっこのみんな一番前で楽しんでいってください。はい、ベンチのゾーンはどなたでも座ってご観覧いただけますが、ベンチからの撮影はできません。撮影をされたい方はパーテーションの外側、立ち見エリアをご利用ください。はい、立ち見エリアであっても1脚、3脚、脚立、撮影補助も使った撮影はできませんので、皆さんご協力をお願いします。はい、さあ、それでは間もなくですね、こちらのステージの方、午後からマーティン、りんちゃん、ずーちゃん、エムスプラッシュのダンスショーが始まります。はい、皆さんぜひ試合開始前はこちらで一緒に盛り上がっていきましょう。はい、もちろん今日はマー君、りんちゃん、ずーちゃん、エムスプラッシュのみんなもチワユニフォームで登場しますので、皆さんもぜひね、一つになって今日も熱い応援よろしくお願いします。それではこの後は5分からのダンスショーでお会いしましょう。ありがとうございました。